新田正義は、鎌倉時代中期の武将、鎌倉幕府後家人、新田義坊の長男、新田宗家四代当主、新田義貞の高祖父にあたる。父、義坊が、祖父、新田義金に先立ち三十四歳の若さで没死した、ため、正義は、祖父、義金の貢献を受け、わずか十三歳で、新田思想領となる。同時に、高齢に達した、曽祖父、 新田義重も出家して存命であったため、義金と共に、正義公権役を務めた。しかし、県任2年に義重が、元級4年に、義金が没すると、祖母である新谷が引き続き公権役を務めた。新谷が義金から女子一期分相続した書量の大部分を岩礁事件に相続させたために、正義の家督相続時点の書量は、比較的、 少なかったとされている。正義は、執権法上氏と類代にわたる隕石関係で、有力御家人となった同族、足利義氏の娘をめとった。任時3年4月、幕府から預けられていた囚人に脱走され、家体量として3000匹を収めた。還元2年6月、京都大番役として在京していた正義は幕府に、無許可で昇伝と警備士への任官を求めた。 無許可人間は幕法に違反する行為であるため、幕府との騒動を恐れる朝廷に拒否される。正義は幕府や朝廷に無許可で出家し、大番役を中止して、新田僧に帰り幕府への出資を拒否した。無許可の人間や自由出家は所領を没収されるような滞在であったにもかかわらず、妻の実家足利氏の働きかけがあったのか、所領の一部と、 僧侶職を没収されたのみの寛大な処置で済んだ。正義は炎福寺を創建して隠居した。日田市僧侶職は、諸家の余量電撃と岩礁、時金らに分けられ、半分僧侶として両者が日田市を率いることとなった。昇華元年に71歳で没し長男の正氏が父の後を継いだ。墓は、 自らが回帰した群馬県大田市の円福寺にある。正義の景挙暴動により、新田市の没落は決定的となり、新田本州下は、あずま鏡にも登場しないような一地方ご家人に、霊落した。なお、横瀬定氏は、正義の抜所として、由良氏と称して、新田市の一族として、勢力を持ったという。ありがとうございます。